はい、どうも皆さん、今までねたくさんのマウスをめちゃくちゃ紹介してきました。で、まあ私本当ねマウス買うのがめっちゃ趣味になってるんですけど、今回はついに最高峰のマウスを手に入れたということで、そちらを紹介していきたいと思います。はい、ということで、こちらの G プロワイヤレスになります。で、今回買ってきた G プロワイヤレスなんですけども、ここら辺ちょっと見てもらったらわかるんですけども、 GPPD002WLR ってなってるのわかりますかね、この部分で R ってなってるってことは、最近8月に発売した、最新モデルの G プロ、ワイヤレスになります。はい、私ねもともと G プロワイヤレス持ってなかったんですけどもね、今回これを機にね、購入しました。はい、ってことで、まあ、実際ちょっと開けてみてね、まあ、どういうものが変わったかみたいな話とかもちょっとマウステスターとかいろいろ実際に使ってみてとかで、紹介できたらいいかなっていうふうに思います。前回モデルのやつとの変更点としては、なんかチャタリングが置きづらくなったみたいなことしか書いてなかったんですけども、まあ、もしかしたらセンサーとかの調整とかもされているかもしれないんで、ちょっとそこら辺も見ていきたいですね。はい、マウス自体はね、まあこんな感じの、まあ、普通の G プロワイヤレスですね。はい、まあ今更 G プロワイヤレス紹介するなっていうような感じなんですけども、まあこれちょっとね1万8000円ぐらいしてすげえ高かったんだけどね、やっぱ G プロワイヤレスやっぱ高いわ本当に。まあ、っていう感じでね、まあ、超高級マウスということでね、私もねやっとこのマウスをデビューしました。今使ってんのがね、まあ前も言ってるんですけど G303 っていうマウスをねずっと使ってるんですけど、ちょっとね、しばらくの間は G プロワイヤレス、こちらのマウスを使っていこうかなっていう風な感じですね。なんでまたちょっと時期が空き次第 G プロワイヤレスの感想とかも多分言えると思います。はい、で中にはね後ろの部分にはここが入ってて、これがサイドボタンを、まあ、取り付けるやつ、もしくはサイドボタンをなくすみたいな感じの、やつですね。だからこれをね、こっちサイドの方にも実はね、付属できるんですよ。だから、両方つけたいって人は、こっちにもこっちにもボタンをつけるって感じ。で、両方ともいらないよって方は、この、なんか凹んでる部分をこっちにもつければ、両方とも減らせるよっていう風な、感じの仕様です。これはマジでね、よくできてると思う、G プロワイヤレス。さすがですね、本当に。この中には、レシーバーが入っていて、ワイヤレスで使うときはね、まあ、こんな感じの、レシーバーって言われるやつを使って、これを、まあ、テーブルか机とかの近くに置いて、マウスを無線で操作するみたいな感じにできます。で、確かね、G プロワイヤレスは、有線接続もできるんですけども、結局、接続方法は無線みたいな感じになるはずです。はい。で、一応ケーブルが、このケーブルですね。はい。これどうやって開けんだろう？こっちからか。はい。ってことで、バカッと。はい。じゃじゃん。こんな感じのケーブルですね。で、このケーブルを、この、G プロワイヤレスのここの部分に、ガチャンと、ドッキングして充電がすることができるっていう。だからマウスパッドを確かワイヤレス充電対応のロジクールから出てる純正のやつを使えば確かワイヤレス充電ができるはずです。でもね本体価格より確かマウスパッド高いんだよね。2万円とかそれぐらいねめちゃくちゃ高いんだけどね。はい、でまあロジクールのシールが入ってるっていうね感じ。あとは説明書とかが中に入ってます。まあという感じの、ラインナップで、まあ至ってシンプルな、構造ですね。あと後ろには DPI 変更ボタンがついてたりとか、まあっていう感じの、マウスです。 80g マウスね、軽量マウスってことで、まあね長々とちょっと話してるんですけども、実際にこれを使ってみて、がっちり後半の方でレビューしていきたいと思います。はい、ってことでね、あれから数日間経ちましたんで、まあ実際どうだったかっていう話をしていきたいと思うんですが、正直、結論から申したいと思います。私が前使ってた G303、そしてファイナルマウスとかと、ほとんど変わらないっす。はい。で、なんでね、変わらないかっていう話をしていこうかなというふうに思うんだけど、もちろん G プロワイヤレスにことについては、すごく良かったです、本当に。G303 と比べても、最初はちょっとね、形が全然違うんで、ちょっと使いづらいかな、みたいなふうに思ってたんだけど、数日もすればね、もうほんと1日とか、それぐらいしたら、もう結構、形もね、なかなか掴みやすいし、もう軽さっていうのも G303 より軽いから、すごいエイムしやすくて疲れづらいなっていう風に思ったりとかで、めちゃくちゃいいマウスだなっていう風には思いました。ただ、マウステスターって言われる、要するに私がいつもね、マウスの紹介するときに使ってる、マウスのセンサーをチェックする。あれで比べたときに、若干センサー飛びしてたんですよ。で、それって実は、旧モデルの頃からある、まあ、バグではないんですけど、なんかロジクールのどうもヒーロー 16K っていう今センサーが、最新のセンサーがあるんですね。ロジクールの。で、そのセンサーとの相性が、なんかどうもね、悪い、
らしいみたいな話を聞いたことがあって、そのせいであんまりセンサー飛びをしてしまうみたいだ。ただ実際に本当にセンサー飛びしてるのかどうかもわからないんですけど、あんま相性が良くないっていう関係で結構センサー飛びっていうのが、見られました。はい、なんでそこら辺はちょっと、まあ、実際どうなのかなっていうふうに思ったんですけど、まあぶっちゃけそんなに遜色なく戦えるマウスだと思います。まあ、もちろんね、1万8000円ぐらいする本当に高級マウスなんで、むしろ戦えなかったらねマジで困るマウスなんだけど、まあそこら辺はいいんじゃないかなっていうふうに思いました。 G プロワイヤレスね、あのワイヤレスという名が付く通り無線のマウスなんですけども、じゃあそのワイヤレスと有線の違いは実際どんなもんかみたいな感じでちょっと思ってる方もいると思うんですが、パラコード系のマウス、今の流行りのパラコードって言われるめちゃくちゃ柔らかいケーブルがあるんですけど、そういうマウスと比べるともう正直変わらないです。本当にやっぱパラコードってそれだけ優秀っていうことがね、今回の私実際に使ってみて分かりました。はい、やっぱり軽量系のワイヤレスマウスってあんま使ったことがなかったんで、実際どうなるかなっていうふうには思ってたんですけども、本当にワイヤレスも有線も今の時代だったらどっち選択してもいいのかなっていうふうなのが、私の正直な感想です。はい、まあ、ただね、ワイヤレスのいいところは本当に持ち運びがすごいしやすいっていうのと、あとケーブルの煩わしさが一切フリーなストレスフリーマウスなんで、そこら辺はねマジダントツで、他の有線マウスに比べてももう一歩頭引いてていいとこだなっていうふうには思いますね。なんで場所は取らないってところではマジで G プロワイヤレス一強なのかなっていうふうな感じです。標準マウスソールについてもね、ちょっと前回のやつ私持ってないんでわからないんですけども、まあ、標準のマウスソール自体は結構滑りやすいんで、個人的にはまだ標準マウスソールでもいいのかなっていうふうに思いました。ただ、ちょっと使っただけでも結構テカリとかが見えてきて、まあ、すぐ摩耗してる感じがあったんで、まあ、近々ハイパーグライドっていう、マウスソールだったりとか、まあ、最近流行ってるいろいろそういうところのマウスソールとかっていうのもちょっと使っていこうかなっていうふうには思っています。多分そういうマウスソールって、今まで俺カグスベールっていうね、ハグを滑らせるやつを、なんかハトメ抜きってやつで丸く抜いて、それをね、貼ってるってことだったんですけど、まあ、それ以外もね、ちょっと試してみたいなってことでね、近々そのマウスソールの話もちょっとしていこうかなっていうふうに思ってます。充電持ちに関してなんですけど、充電持ちはね、59時間か60時間ぐらい持つんで、だいたい1週間ぐらい充電しなくても全然問題ないぐらいですね。ほんと、フルでもう5時間、6時間とか、ほんと10時間ぐらいやっちゃったらもしかしたら1週間持たないかもしれないんですけど、毎日3時間、4時間ぐらいだったら1週間に1回ぐらいの充電で全然持つ感じでした。はい。チャタリングっていう部分があったと思うんですが、チャタリングに関しては、今回のシリーズに関しては、俺使ってる中では一切起きてません。だから、チャタリング問題がね、ほんと気になって、ちょっとこのマウス買うの迷ってたよって人はね、マジで買ってもいいんじゃないかなっていうふうには思うぐらい、安定したマウスになったのかなっていう風な印象ですね。っていう感じで、ワイヤレスという名前で新しく売られた新モデルの G プロワイヤレスっていう風な形だったんですけども、旧シリーズの G プロワイヤレスと変わらないような作りで、精巧に作られていて、クオリティの高い一品なのかなっていう風な印象です。あと、壊れたらね、ロジクールの保証が効いて、無料で新品が届くっていうね、めちゃくちゃリッチな仕様なんで、まあそういったところもね、高いけど、買ってもいいのかなっていう風な部分の、理由かなっていう風に私は思います。ただ、本当に安いマウスがいいな、もっと1万8000円高いなっていう方は無理して買う必要はないっていうのが、私の結論です。まあ、先ほども言った通り、パラコードにすれば全然ね、もうマウスのね、煩わしさみたいなのが本当にね、関係なくなるぐらい、ワイヤレスとパラコードの違いっていうのはないかなっていうのが俺の個人的な感想ですね。3000円のハティのマウスは実はマジで最強だった説があるよね。値段も3000円だったし、でパラコードだし、で形は G プロワイヤレスっていうね、本当にね、ハティのね、マウスの形と同じだなっていう風な印象だね。はい、って感じで、今回はこんなもんで終わりたいと思います。まあ、ぜひともね、コメント欄の方で、こういうマウス紹介してほしいとか、あと面白いマウスありました、みたいなことがありましたら、コメント欄の方でお願いいたします。まあ、しばらくの間ね、私は G プロワイヤレスを使っていこうかなっていうふうに思っているので、まあ、もし聞きたいことがあれば、コメント欄の方でそちらも書いていただければ、目を通した時にでも返信したいと思います。ってことで皆さん、お疲れ様でした。